もう睡眠時間削るしか時間が確保できないので、はいはい、どこか一部だけでもやばいんですよ本当に。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。ハートネイル人材募集、はい、ということで小原さんと島崎さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう聞いてましたけどだいぶ好調みたいですね、その加盟の開発っていう意味でいくと。はい、そうです ね、順調に毎月増えて、はい、はい、本部が大変なことになってます。本部が大変。え、もう基本お二人で対応されてるんですか？そうですね、基本二人で本部のことはやってます、はいはい。なるほど、100件できるということで改めてハートネイルが人材募集を開始しますということで、はい、なんかどんな、ね、人に来てほしいかっていうとなかなか難しいかなと思うので、イメージとしてはあれですかね、今お二人がやってることをちょっとお願いできるような人がいたらすごく助かるなみたいな感じですか？そうですね、でこれから今やってることっていうのももっともっと増えていくと思うので、はい、そこを任せられる人がいたらすごく助かるなっていうふうに思っています、うんうんうん、なるほど、はい、分かりました。で簡単になんか今お二人がなんかどんなお仕事やってるかみたいなのをイメージしてもらうためにちょっと。そうですね、直営の方とかあと人の、従業員とかに関することはほぼほぼ私がやってるって感じですね。会議をしたりとか、あとはマネジメントしたりとか、方向性伝えたりとか、スキルアップの、勉強会をしたりとかやってるって感じですね。で必要な部署を作っていってそこのチーム力を高めていって、そのチームに任せれる仕事を振り分けていくっていうのが基本的に私の仕事。なるほど。になります。あ、じゃあ、はいはい、ネイリストのマネジメントとか、なんか内側のお仕事っていうのが結構多いイメージですかね。そうですね、ネイリストっていうよりかは、はい、その上にいるマネージャー人であったりとか、講師人とか、確かに、まあ、チーム力高めるっていうところで、うん、で全部の部署がしっかり全体で連携を取れるように押したりとか。なるほど、はい、部署もそういろいろあるんですか？あ、そうですね、チーム分けみたいな感じで分けてます。へ、島崎さんまたやってることは違うんですか？小原が人メインなんですけど、うん、私でいうとこうノウハウがもう確立されてるんで、うん、そのノウハウをこうオーナーさんが必要としているものをこう提供してあげるっていう感じですね。オーナーさんとのやり取りが結構多いって感じ。基本、オーナーさんとの窓口は島崎が全部返信対応してる、はあはあ、で内部のスタッフとか、まあ、マネージャー陣とか、はい、その辺の人の窓口は全部私がしてるっていうような感じです。なるほど。どっちの方が欲しいとかは特にない感じですか？どっちも必要です。どっちも必要ですね。でもどちらかというと私がしてるこの直営であったりとか、はい、その辺の、人に関しては今中にいるメンバーが上がってきてそのポジションを取っていくっていう方が多分スムーズに動くと思うんですよ。なので欲しいけどここは外部からっていうよりかは内部からの方がいいかなっていう、はい、イメージなので。今回募集するとしたら島崎さんがやってるようなことを対応できる人っていうイメージになるんですかね？私たちもちょっと具体的に、はい、じゃあどういう人が必要かっていうのが、はいはい、あんまり明確じゃないんですよ。だからもうオールマイティに全てのことをやるので、また例えばその新幹線のチケット取ったりとか、はいはいはい、そういうこう秘書的なこととかも全部自分たちでやるので、はいはい、なるほど。でこうご飯会のセッティングだったりとか、うん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 、ご飯屋さんを抑えたりとか、うんうんうん、そういうこう雑務というか、はいはいはい、そういうことも全部やるから、この仕事だけしたいとか言って入ってくる人はあんまり向いてないかもしれないって感じですかね。広く見れて広く触れる人間が必要かなと思います、ね。なんで、まあ、小原の秘書とかはどうでしょうか？そういう打ち出し方します。今の話聞いてる感じだともう若くて結構やる気のあるガッツのあるみたいな人が、まあ、お問い合わせいただけると思うんですけど、うん、そんなイメージで大丈夫そうですか？全然イメージがつかないというか、いろんな人に会って。そうですね、フィーリングで、はい、逆に何ができますかっていうのを聞きたいです。なるほど、はい、私たち本当に時間がなさすぎて、もう睡眠時間削るしか時間が確保できないので、はい、どこか一部だけでもやばいね、やばいんですよ本当に。一部だけでも何かこうサポートしていただけたら、はい、すごく助かるっていうところです。
皆さんちょっとこのお二人の睡眠時間を誰か助けてください。助けてください。助けてください。ハードウェアの人材募集しますんで、し、まあ、ここからねどんどん儲かっていく感じですよね。儲かるように頑張ります。はい、大きい本部になる予感がしますので、ここでもしねナンバー2ナンバー3みたいな感じでもし働いたら絶対将来の財産になるかなと思うんで、ちょっと話聞いてみたいという方はこちらからご応募お願いします。武田塾では幹部候補を探しています。社会人としてワンランク上の力を身につけたい人は必見です。詳細は概要欄から。